んばんは。こんばんは。ちょっと変身したゆうたんなんですが、どうですか？なんか可愛いかも。そう、あのこの数20分ぐらいの間にあの髪型チェンジですな。ちょっとなんて言うんですか、ちょっとなんお団子、サザエさん。こうもう一つ必要だ、ここに。そう、もう一あのお団子にしてみました。でも私ちょっとヘアアレンジ、なんか人のはするの結構妹とか地域の子とかやってあげたりするのは好きなんですけど、あの自分のするのって難しいじゃないですか。編み込みとかこうやってやったりのするの難しいから、ちょっと自分のはちょっとなんていうんですか、ちょっとあまり可愛く綺麗にできないんですけど、じゃ後ろ側がねすごいことになってるんですよ。でもなんか画面上ではちょっとなんかいい感じじゃないのって感じで、じゃこんな感じで可愛く可愛くっていうか、こんばんは。どうしたの、ゆうた今日のゆうためっちゃ可愛すぎ、ありがとうございます。あんましない髪型ってか初めてくらいの、やっぱこれで可愛い。ただいま、あ、おかえりなさい。え、あれまたアバターが変わっておられる、可愛い。こんばんは、こんばんは。お団子をしてみました今日は。あの汗汗しながら、あ、髪型可愛く可愛くしたいしたいって思って、でも本当はあのなんて言うんですか、磯部るあさんが、私ちょっと自分の配信が終わった後にるあさん配信してるって思って見たんですけど、あの髪の毛巻いてらっしゃって、あ、バラありがとうございます。髪の毛巻いてらっしゃってもめっちゃ可愛くて、で本当は私もそれに感化されて、あの私もあ配信じゃなくて髪の毛巻いてみたいなと思ってちょっと巻いてみたんですよ、初めてぐらいのレベルで。そしたらなんかただの寝癖みたいになっちゃって、そう、なんかできなかった。このキャラは元 SKE の大先輩のイラストキャラですよ。あ、申し訳ない、誰、 SKE さん、松井樹里奈さん、高橋が一番可愛い、ありがとうございます。イエーイ。今日はあで、それで、あ、そうなんです、その配信の後にちょっとさっきクレープを作ったんですけど、クレープがあんま上手にできなくてちょっと汚くなっちゃったのでリベンジしたんです、こちらです。でもさっきよりはちょっと綺麗にできちゃった、できたんですよ。あ、どうやって見せればいいんだ、こういうこと、変わらないかも。でも、いや、でもなんて言うんですか、ちょっとツヤが違う、さっきのはボコボコしてたけどちょっとツヤっとしたっちゃしたんですよ。そう、だからまあってことで、まあいや、なんかちゃんと予熱してこうやってあの焼くっていうのはちょっと意識はしたんですけど、なんかちょっとやっぱり剥がすのに手こずってしまうっていう。でもさっきより上手にできましたよ。だからで今日私の妹ちゃん誕生日、あ、 I love you ありがとうございます。え、 I love you too です。え、ありがとうございます。いや、嬉しい、ありがとうございます。私の妹ちゃんが、あー、キラキラ星もありがとうございます、かわいい、お誕生日なんです、おめでとうおめでとう、だるまもありがとうございます。そう、あ、すいませんね、元 SKE2期の古川あアリさん、
のアバターですよ。入手不能かも。すごい、古川アリさん、何歳の人みたい。イエーイ。あ、古川愛理さん、愛理さん、あ、すいません、愛理さん、すごいレアだ、おめでとうございますっていうことです。そう、ちょっとそう、妹は朝からウキウキしながら、そのメガネ持ってる、え、お揃いだ、お揃いにしましょう、今そう、妹はちゃんとこうやってこうやって、私じゃないですけど申し訳ないです、はい、こうやって朝ごはん食べてました、妹は。おめでとう妹ちゃんはいくつになったんですか。妹ちゃんは9歳になりました。ちっちゃい、そう、おめでとうですよね、本当に。なんかずっと誕生日楽しみにしてて、もうめっちゃ可愛い、本当に。なんかでもよく喧嘩するんですよ、なんかすごくよく大人げないとか私に言ってくるんですよ、ママたちが。でもそれにしても9歳ってすごく、なんかすごくちょっと大人ぶっちゃうっていう。アバター褒められて嬉しいです、本人に伝えます、ありがとうございます。え、ありがとうございますというか、いいんですか、ありがとうございます。いや、すごすぎますね、すごい可愛い、あーってして、そう、それで、そうなんですね、そう、だからよく喧嘩するっちゃ喧嘩、そう、口も達者、そうなんです。今アイリーさんはママになってる、そうなんですね、すごい。つまんないことで喧嘩する、そうなんです、よくよく考えたらつまんないことなんですけど、でも私たちにとって大事なことで喧嘩してるんです今同じメガネかけて、お揃いだお揃いです、はい、おめでとうっていう。だから今年は妹と同レベルの喧嘩をしないような優しいお姉ちゃんになれるように頑張りますって言って結局喧嘩するんだろうですけど、なんかすごいめっちゃ私の誕生日みたいになってるけど、私の妹です。パリピユタン、こんばんは、こんばんはです、初見ですって言ってくださる方とか、私が誕生日だと勘違いしちゃうのかほぼ10年前のおしめママになったな、そうですね、時代ですね、私もいつかなるのかな、どの家庭でも長後が怒られますね、そうですね、怒られる、まあでもまあいいこともあるっちゃあるんですよ、最近気づいてきたんですけど、でもだとしてもお姉ちゃんなんだからって、耳が痛くなってきたから外しても、あ、どうぞどうぞ、耳痛くなるそう、だから、まあ、まあまあ、でもいいことも悪いこともやっぱいろいろあるんですよねっていう感じで、あの、楽しく生きていきたいと思います。そのメガネの真面目な話するのくさメガネに何がついてるよ、え、あ、そういうこと、ろうそく、ろうそく、6歳ですねこの子は、そしたらこういうメガネ、白いメガネをいつも劇場にかけてくださる方が、かけてきてくださる方がいるんです、いらっしゃるんですけど、おそろっち、これこのメガネじゃないけど、よいしょ、いいじゃないですか、ちょっとかっこよくします、あの、私好きなんです、こういうの、こうやってなんか音楽に乗りながらこうやってってやるんですよ、いや、いいえ、あるじゃないですか、なんかすごく、あの、あ、落ちなかったっていうね、そうで、今日なんか私高島家では、あの、ケーキを買って食べることもよくあるんですけど、なんかママが
なんかもう本当にもうなんかもう全部私たちのなんて言うんだろう、あの声見ててサングラス落ちてくることよくある。あ、これですね完全に。ママがもうなんか私たちのさ喜ぶものも全部してくれるんですけど、ハッピーバースデー高志妹おめでとうです。そうなんですけど、ママがあの誕生日になるとあの私たちの好きなキャラクターとかでなんて言うんだろう、なんか絵を描いてくる、絵を描いなんて言うんだろう、コピー、紙をコピーするじゃないですか、好きな、もう一回やってみる、好きなキャラクターのコピーをして、それをなんて言うんですか、チョコで描くっていうのをママがやってくれてて、いつもやってくれるんですよ。で今年も今やってくれてるんですけど、わらわらってわらわらってなんですか。そうで、ママがもうなんか好きなんです本当に。で、あの今回のケーキはママが作ってくれたんですけど、豆腐となんだっけ、バナナみたいな、なんかすごく美味しそうな、めっちゃ美味しそうだったんです。まだ完成してなかったんですけど、もう最高、豆腐とバナナ、なんかそんな感じって言ってた気がします。豆腐って言ってた気がします。今頑張って作ってくれてます。なんかすごいんですよ、色とかをなんか調合して、なんかなんて言うんだろう、緑と青を合わせたらエメラルドグリーンみたいな、なんかすごいことしてるんですよ。私の時もやってくれて、もう本当に私もいつか母親になったらママみたいに娘が喜ぶことしてあげたいけど、でもなんか、いやでも、いやなんかね、こんな今褒めてるんですけど、いや喧嘩はすごくするんですよ、まあ私が悪いけど。すごい色だ、なんかいろいろ表してくれるんですよ、色だから。なんか私もいつかそんなママタンになれるのかな。はい、ということで1曲聴いてください。出てこない。あ、流れ星ありがとうございます。ママタン、そう、ママタン仲の良さの証でもあるのかな。そうなんですかね。だからちょっと今年はそんな困らせないように、まあと言ってももう十分困らせてるんですけど、ちょっと困らせないようにしようと思います。ということで、たくさん今日は歌っていきたい、あ、だるまありがとうございます、たくさん歌っていきたいと思うんですけど、何の曲を歌おうかなって思ってますけど、高島家の一日密着カメラしてほしい。すごく画面がうるさくなるかもしれない。あ、フォローありがとうございます、嬉しい。なんかもうこのイベント始まってから、なんかたくさんの方に見つけていただいて、なんか仲良くなれてありがとうございます、本当に嬉しいです。こんばんは、こんばんは。何の曲にしようかな、どうしよう、なんか左耳がどうしても入らない。あ、いい感じかも。ハート押したら白くなりました。そんな前からフォローしてくださってたんですか。嬉しい、ありがとうございます。嬉しいことを言ってください。ハッピーバースデーと、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアマイ妹、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、おめでとう、いい1年にしてね。あ、またフォローありがとうございます。何の曲を歌おうかな、あ、じゃあじゃあ
私の、お、はい、 I'm fans from Indonesia。 あ、 Thank you。 妹って韓国語だ、が韓国語だと何、妹はヨドンセンです。ヨドンセン、マイナナナヨドンセン、チュカヘです。セイルチュカヘ、セイルチュカヘナヨドンセン、合ってるかな、多分ヨドンセンって言います、妹ちゃんは。では一曲聞いてください。私の家族そして皆様への気持ちです。え、待って、高くない？大好きだよ、大きな声で叫べ、え、うん、前で走って叫べ、大好きだよ、一人ぼっちで叫べ。 0.1、 あ、0.5、 0.3。 1.5、 1.5、 あ、 0.5。なくて苦しくてどうしようもないことって時々はあるけれど、いつもとは違う胸の奥、こんなにも溢れ出す感情を、人生で初めてのコンクリの防波堤によじ登って、僕は立ちながら今自分の熱い気持ちに素直になる。さっき韓国語の方が出てきた。大好きだよ、風に向かって叫べ、大好きだよ、力の限り叫べ、大好きだよ、波音以上に叫べ、大好きだよ、腹の底から叫べ。純情とは僕らしい正義だ、そんな恥ずかしいことか、キラキラと輝く恋心、寄せては返す愛しさよ。目が合うだけで何も言えなくなるんだ、そこいはいつだって臆病にさせる、教室の片隅で見つめるのが精一杯、タイミングをついちゃえば諦められるのかな。太陽が水平線に沈みながら僕に教えるよ、今日やりのあったこと明日やろう。大好きだよ、君に向かって叫べ、大好きだよ、勇気を出して叫べ、大好きだよ、正々堂々と叫べ、大好きだよ、結果を恐れず叫べ。青春とは今だけの正義だ、何をためてるのか、失敗をしたら学ぶもの、後悔なんて残すなよ。そんな恥ずかしいことか、キラキラと輝く恋心、寄せては返す愛しさよ。純情しか
生き方を知らない僕は僕らしくやるよ。誰かから背中押されなくてもいつかはちゃんと言えるはず。大好きだよ夕日に向かって叫べ、大好きだよ大きな声で叫べ、大好きだよ海まで走って叫べ、大好きだよ一人ぼっちで叫べ。イエーイ、ありがとうございました、ありがとうございました。イエーイ、もう私これじゃあ純情とはでここ下ろそうとしたら飛んでっちゃった。そうこれめっちゃ難しかったけどできるようになると本当に楽しい曲なんですよね。落ちまでつけてそうやろうとしたのに難しかったです。でもなんか本当に楽しいこの曲。センター U ターン早くみたいです。あぜひいつか私がやれるようになるように今頑張ります。たくさんね、本当にすごいたくさんいろんな人がね結構センターやってる曲だからいっぱいねできるように。そうですよね、まだ一回も何もセンターはやったことがなくて実はというか、そうなんですよ、だからあのいい姿を見せられるようにさっきぶりさっきぶりです。妹の韓国語ってヨドバシ線なんだね。えヨドン線確かにちょっと似てるかもしれない。線って何なんだろう、どうしよう、何の曲にしようかな。次はあフォローありがとうございます、嬉しいです本当にありがとうございます。こんばんは、サステナブル、え私歌えるかな、先輩方が歌ってらっしゃった、えちょっとでも私歌えるかわからないんですけど、でもめっちゃ可愛い曲で歌ってみたいって思ってたから、やってえイヤホン左右逆、あれあいや多分できなんか私の耳が多分おかしいんですよね。なんかえでも私耳がちっちゃいはずだからハマりやすいはずなのになんでなんだろう。こっちマイク持つからかな。わ誰もありがとうございます、ありがとうございます。ハッシュタグ好きなんだわ、あやりたい、えちょっとサステナボーえちょっと歌いたかったので歌ってみます。海の季節は全身だった君を一度も誘えなかった、忙しいって聞いてたから悪くて躊躇した、僕のスマホに残した微笑む去年の水着の二人、恋が盛り上がってる時は気づかないことがある、あれっきりこれっきり、そんなの悲しすぎるじゃない、どんことあったとしても僕は変わらない、あれっきり
ま忘れられるものか、そう本当の気持ちだから、ずっと好きでいさせて、君に会うにも理由がいるよね。そんな遠さを寂しく思う僕の考えすぎだって笑れるだろうか。好きでいたい、そばにいたい、君への思いは永遠だ。時がそう過ぎ去ったって日はもう沈まない。好きでいたい、叩いたい、一度も忘れた日はない。今の僕にできることは好きで居続くこと。自分たちを客観的に振り返っちゃダメなんだ。どんな風に思われてもいい、もう一度もう一度君を誘いたい。あれっきりこれっきり、そんなの悲しすぎるじゃない。どんなことあったとしても僕は変わらない。ってあれっきり会ってない、このまま忘れられるものか、そう本当の気持ちだから、ずっと好きでいさせて、好きでいたい。これからもずっと。イエーイ、え、かわいい、この曲素晴らしいですね。これからもずっと好きでいたいですって素晴らしい。もう、え、かわいい、これ、え、よかった、歌えてありがとうございます。リクエストしてくださって、歌ってみたかったんですけど歌ったことなくて、いや、大丈夫でしたか、合ってたかな。もう先輩方見ててもうめっちゃ可愛くて、超可愛いじゃないですか、フィーが。かわいいです、ありがとうございます。たくさんペンライトも振っていただいてありがとうございます。本当にだるまもありがとうございます。だるまさんがありがとうございます。振りかわいい、本当にかわいいですよね。もうめっちゃかわいい、本当にやりたい、やってみたい曲の一つですね。かわいい、よかった、ありがとうございます。よかった、よいしょ。どうしよう、え、いいですね、かわいい。何歌おうかな次は。萌えかちゃんのファンなので嬉しい、ありがとうございます。あ、かわいい、ありがとうございます。萌えかさん、萌えかさん、萌かさん、萌えかさん、うわ、ごめんなさい、はっきり言ってほしい、私大好きです、その曲。萌香さん、あ、あってた、よかった、ありがとうございます。萌香さん、かわいい名前ですね、本当に。ハッシュタグ好きなんで聞きたい、はっきり言ってほしい、ハッシュタグ好きなんだ、え、じゃあハッシュタグ、え、はっきり言ってほしい、ハッシュタグ好きなんだでいこうと思います。はっきり言ってほしいは、あの私が私がオーディションの時によく歌ってた曲で、
なんかすごく思い出しますね。見てくださった方いらっしゃるのかな。あ、誰もありがとうございます。本当にキラキラもたくさん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。そう、クラクラ、そう、歌わせていただいてたんですよ。それでは歌っていただきましょう。それでは聴いてください。はっきり言ってほしい。あ、かわいいこの曲。マジで歌ってみよう。仲のいいみんなと集まってもあなたとなんとなくぎこちなくて、目と目あたび視線外して、二人はよそよそしい。きっとあの日からおかしいんだ。花火大会の帰り道でと気づいたら私たちはぐれてた。あの夜浴衣なんか着たからちょっとはしゃぎすぎたかな。下駄の花を切れちゃって歩けなくなって、してもらった好きだって確信した。ひどすぎるその背中、あなたの首両腕でしがみついて幸せだった。友達でいる方がいいのかななんて聞いた私の質問、その答えまだ聞いてない。おお、かわいい。あら、かわいい。いいですね。浴衣デートですか？浴衣なんだこれ。特別な感情のつぶやきは誰にも聞かれたくない自問自答。あんな一言言っちゃったこと、ちょっぴり後悔中。だってカフェのテーブルでさえあなたの隣を一つ飛ばして、なんか変だと周りから不自然に見えそう。誰と誰ができてる噂話してる時、急にあなた立ち上がって発表し始めた。あの夜の秘密を好きなんだ、こいつのこと指さした。その先に私がいて焦ったよ。どんな顔をすればいいの。みんなには真っ先に知らせたいなんて言った。嬉しかったけど少しだけ恥ずかしかった。あーかわいいこの動画大好きなんです。パフォーマンス動画みたいな、何回も見てる。はっきり言ってほしい。みんなの前でなんてもっと好き、好きだって言えること、幸せなことなんだ。勇気出して言ってみよう、恋してる人よ。好きだって確信した。広すぎるその背中、あなたの首両腕でしがみついて幸せだった。友達でいる方がいいのかななんて聞いた私の質問、その答えまだ聞いてない、まだ聞いてない。はっ
ありがとうございます。可愛いですね、本当に可愛い。パチパチパチ。あのもうゆうた、はい、ゆうたん、くらくらさんにで、あ、ちょっと可愛く、可愛いあざと系で頑張ります。もうめっちゃ可愛い、本当になんかもう天使ですよね、本当に。あの動画が大好きで、あのくらくらさんの動画を、このはっきり言ってほしいのパフォーマンス動画をもうなんかもうずっと狂ったように見てる時期があって、もう本当に可愛いですよね。もう何回見ても落とされるっていうか、もう可愛い。なんかオーディションぶりぐらいだったんですけど、あの歌えて本当に良かったです。本当に可愛い、可愛いしか出てこない。あざととかし、あざととかし。あ、鼻にクリームつけなきゃ。あの衣装着てくださいよ、着てみたい。可愛いですよね、ナース衣装なのか、え、ナース、え、あれ、そうなの。あの劇場の前にリカさんが卒業された時にあの飾ってありましたよね。その時見て細そうって思って、もうウエストがこれもうもう本当に可愛くて。ゆうたんこんばんは、やっと仕事終わりです、キラキラ投げてくれ、ありがとうございます、ありがとうございます。今はくらくらさんのはっきり言ってほしいを歌わせていただきました、ありがとうございます。あ、こんばんは。いやー可愛い。じゃあちょっと次はハッシュタグ好きなんだ歌わせていただこうかなと思う。カラオケタイムか、そうなんです、あの容量をいっぱいにしてあのカラオケできるようになりました。可愛い、だ歌え、くらくら動いてほしいですね。そうですよね、私もめっちゃ見たい、見たいな、この楽曲大好き。わあ、ちょっとこの曲も初挑戦の曲なので、ちょっと甘く見てもらえると嬉しいです。でも先輩方が歌ってらっしゃって可愛いなって思ってたので、いきます。ただ組んでます、ありがとうございます。鮮やかな真っ青な海と空も太陽から逃げられない、いつものグループみんなで涙で騒いだ、あれどう、彼女はいい感じだね。君と僕は仲が良すぎて冗談だね、するだけでなんだか恥ずかしくなる、ハッシュタグ好きなんだ、僕はつぶやくこの胸の熱い気持ち、 SNS あげてみた料理の写真、ぼんやりと誰かの影、さりげなく片思い、のは恋愛中のカップルか、空気を読めないピエロたちか、
スイカ割りをしようなんてみんなでお約束前に立たせようか。悪いやつで僕たちのこと気づいて仕立ててる。愛しさをたくさんだ。かわいい。ハッシュタグ好きなんだ。僕はつぶやくこの胸の熱い気持ち。リプライ君からだ。写真から無理の僕が写る。大好きな人となる。大好きな人となる。ありがとうございます。めちゃかわいい。ありがとうございます。めちゃめちゃかわいい。ただけどありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。ちょっと怪しい時も当たっちゃったんですけど、かわいい曲ですね。いい曲です。本当になんかいいですね。なんか仲良すぎてふうみたいないいですね。青春ですね。これはちょっとなんか本当に私の妹のケーキが、ママが作ってくれたケーキが上の部分これちょっと待って、落ちちゃわないかな。言い訳メイビー。あ、歌いたい。これです。ママがすげえ、すごいママが今ね、すごいですよね。なんか別にそんな器用な感じではなくて、いや、なんていうの、いや器用なんですけど、そんなすごい器用な人って感じではないんですけど、なんか何でもできちゃうんですよね。すーふーふーとか言ってすごい、ママ天才。に似合ってしました。今ちょっとなんかケーキ完成した。私歌えるかな。でもメータンたちが歌ってた。ちょっと練習しときます。ちょっとでも絶対可愛い曲。生きてる長さが違うからな。だってすっごい。いいです。あ、セリフがあるんですね。それは絶対にやりたい。ハート型ウイルス、ちょっと練習して。
じゃまず練習します。どうしよう、1曲歌ってる間に完成するか。じゃあ1曲ちょっとママが今ゆうたをゆあをゆあをゆあゆあゆあですゆあを夜拝見するの初めです。そっちイメージがありました。あ、確かに私よ朝配信結構多めだから夜配信ゆうたんです。ちょっと髪の毛可愛くしました。イエーイママもおしまししてもいいってハートしてますどうしよう、何の曲歌おうかな。そうですね、朝確かに夜の私を見たのは初めましてかもしれない。何の曲を歌おうかな。何にしようか。蒸発した水分とか。ゆる配信ゆうたん可愛いです、ありがとうございます。言い訳メイビー歌える、あ、歌えます。コンサートで披露させていただいた曲だから。メイビーメイビー好きなのかもしれない。大声ダイヤモンド、あ、大声ダイヤモンド好き、私あの MV が好きです。いいですよね、青春の毛とか、あーいっぱいある、いいですね。あ、どうしよう、じゃあ僕は妹ちゃんおしましますか伝えておきます、押してくれてるよって言って、あーどうしよう、後で、あ、後でどうしても、どうしても君が好きだ、え、やりたい、ちょっと私後で歌いたくなったので後で、あれ後でってない、もしかして ないかもしれない、今だけど、え、後でがないだと、何じゃあちょっと私が好きな曲、蒸発した水分、誰もリクエストしてないけど歌わせていただきます。聞いたことないよカラオケで、あ、なかったんだ、期末テストの、そうですね、あとでは今歌って、歌いたかったのになかったカラオケに。じゃあちょっと私の大好きな推し曲、素晴らしい、すいません、ハグって泣かせられるのか、私は、あ、弾くのが好きだから一緒に歌えるかも、風が吹いて枝が揺れて日差しの滝が青い天空から音もなく落ちてくる、そっと瞳閉じれば彼方へ意識だけが動いて旅が始まる、丘の上で両手広げ一気に走り、ここで第一蹴って飛べるまで繰り返す、夢はやがていつしか知らず知らず覚めてく、せめて願い叶えて鳥になりたい、悲しみに出会ったら迷わずにここに来て、風景の中に溶け込む努力して、無になるんだ涙を蒸発させよう、嫌なことなんか忘れよう、濡れたその頬乾く頃笑顔を思い出してる、無理に拭うよりも少し待ってればいい、
先輩方。授業サボり学校から逃げてきた午後、草の上寝そべりそっとまぶたを閉じた。手足をバタバタして空を水星をよく夢を見ているなんて誰も知らない。さっきまで泣いてた、そのわけも忘れそう。ちっぽけな自分が地球の片隅で影になる。時間は蒸発させない。人生を無駄にできないよ。早く気持ちを切り替えて水分補給しなくちゃね。バタバタするようなこと。晴れているわけじゃないんだよ。雨も降ってくれなきゃ干からびるよ。微笑んでばかりじゃ優しくなれない。草も花も虫も鳥も人間だって、時には泣くことも必要だ。涙を蒸発させよう。嫌なことなんて忘れたよ。濡れたその頬乾く頃、笑顔を思い出してる。無理に拭うよりも少し待ってればいい。消えた水分が悲しみ。難しいけど本当に大好きな曲。先輩方すごすぎますよね、これを歌っているの。本当にすごい。もうなんか裏で聞いてるんですけど、もう本当安定感っていうか、すごく、もうなんて言うんですか、もうお上手なのは間違いないんですけど、もう最高すぎて、毎回の公演で最高を叩き出している先輩方すごすぎて、もうずっと楽しみです。この曲素晴らしいですね。あ、初見です。あ、間違えた。あ、このお団子ゆーたんは初めましてだから初見ですか。あマリナちゃんの歌が好き、もう大好きです。素晴らしい。最初の風が吹いて枝が揺れて日差しの時が、もう大好きです本当に。やっぱこの曲来たら空き缶パックですよねとか言ってる。悲しみの正体なんだ。だだ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 。スタッパン I'm the can はい、勝手にやるっていう、はい、夢も希望もいらねえ、ぬるい言葉はくだらねえ、書いても教えねえだろう。何が正しいかなんてわけ知り顔で言うなよ。大人た神かい、自分の胸に聞いてみろ。いつも睨んできた反抗的だと殴られたって、生き方は変えられねえ。空き缶を蹴飛ばすように、触れるもの当たり散らして。
傷ついても傷つけても迷惑なパンクを歌うぜ。あいあい、嘘を見逃せばいいんだ、優しくなれと言うけれど、あんたは正直かい、作り笑いのふぬけ野郎。金で手に入るものなんか何も欲しくねえよ。やりたいことだけやりたいだけだ、俺に値札をつけるな。空き缶を潰してやる、魂が入ってないなら空っぽで生きるよりも面倒、パンクでいいんじゃね。渡り上手に機嫌取りながら飼いならされたりしないよ。綺麗事なんか許さないよ。泥水飲んで暴れよ、くたばれ。タコありがとうございます。あ、ここ大好き、ここ大好き。グワーンで足でやっと。こんなちっぽけな人生、何をかっこつけてる。もうだいぶっても意味なんかね、偉そうなやつの演説なんか聞くもんか。ファンクロー、空き缶を蹴飛ばすように、触れるもの当たり散らして、傷ついても傷つけても迷惑なパンクを歌うぜ。空き缶を潰してやる、魂が入ってないなら空っぽで生きるよりも面倒なパンクでいいんじゃね。あい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 、そういう嘘です。チャラチャラチャ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 、もうみゆみゆさんのギャップ素晴らしいですよね。いつもあんなに可愛いのに、この空き缶パンクの時はもうなんかもうふんキリっていう感じで、かっこいい、本当に素晴らしい。いやなんかやっぱりなんか公演の曲の流れとかなんか頭で流れちゃいますよね。いやいい曲ですね。どうしよう、ゆうたんも公演のせざり染みついて、いやそうですよ、皆さんもそうじゃないですか。なんか一曲流れる、公演の曲が一曲流れると、その続きの曲をもうずっと頭で流れちゃうから、もう一人公演できちゃう。どうしよう、時間的に最後の歌なんですけど、何の曲にしようかな。ゆみさんもう本当に最後のこの睨まれるところも大好きです。もうもっと睨んでほしい最高です。国歌、やっぱ国歌ですかね。国歌ですね、やっぱラストは国歌で締めたいかと。たかしからも睨まれたいなんか違うな なんか違う。じゃあ国歌、やっぱ国歌ですよね。
あったあった。よし。なんでギャグになるの？そんな真面目に。にらむ。違う。そういつかいつか出れるように頑張ります。にらみも練習してきますね。ではやればやるほどネタに。はい、では皆様。帽子をお取りください。国歌斉唱。ありがとうございます。6位埼玉のおじいちゃんさん、ありがとうございます。5位イチョールさん、ありがとうございます。4位ミーさん、ありがとうございます。3位じゃん、キ
ひろちゃんさん、ありがとうございます。2位、デキ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 、じゃん、ともじシャリジョーチュンさん、ありがとうございます。1位、デキ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 、じゃん、ミミレパパさん、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。さあ、明日推し活を一緒にします。あ、バッチリ、すごい。明日は奥様の、あのお嫁さんのお誕生日ということで、おめでとうございます。おめでとうございます。ママさん、おうち、ありがとうございます。またありがとうございます。あ、お疲れ様も、ありがとうございます。本当に I love you です。ありがとうございます。そうですね、あ、ちょうどぴったりの時間かもしれない。また明日も、明日はめちゃくちゃ早いかもしれないですが、明日は公演に出させていただくので、明日は5時、5時ぐらいからかもしれない。サランヘ、ありがとうございます。奥さん何歳やめてくださいありがとうございました。バイバイ、ありがとうございます。